ですね、西伊豆へ向かいます。なんか久しぶりの旅行な感じがしますね。1ヶ月にだいたいまあ2回ぐらい行ってるんですけど、今回は1ヶ月ぐらい空きましたね。でまあどこ行こうかなっていう風に思ったんですけど、まだこの時期は温泉に行きたいなという風に思いまして、西伊豆の方でコスパの良さげな温泉旅館見つけたんで、そちらへ向かいます。ではまずいつものように道の駅へ。でい、はい、熱海ですね。熱海を通過します。もう熱海何回通過した動画を撮ってるんでしょうね。今回は撮んなくてもいいかなって思ってるけどね、やっぱ着くとね興奮して撮っちゃいますね。あー、もうこのシーンで喋ってるシーンもね、何回もね思い返される。はい、着きました。去年雲見温泉に行った時にこちらの道の駅利用させていただきまして、また今回も来ました。少しだけ仮眠取りたいと思います。おやすみなさい。はい、おはようございます。午後12時前ですね。もう、あれから3、4時間経ったのかな。全く眠れず、ゆっくり休みましたね。はい、で今から昼食を食べたいところなんですけど、行きたかったお店が今日定休日だったので、またこの道の駅ですね、こちらで調達できたらいいかなと思っております。はい、パンを2つ買いました。寝不足で少し食欲がないので、これを食べてもう出発します。はい、ごちそうさまでした。伊豆のへそさん、やっぱりいいですね。あそこは1、2時間入れちゃうな。普通にね、パンも美味しかったですし、前回ご飯系、椎茸ご飯かな、何か食べて美味しかったし、試食コーナーもやはり充実してますよ。でですね、食べてる間に、本日の宿を予約しました。そして今12時過ぎぐらいなので、少し観光をしてから、もう問いですね、問い温泉の宿に向かってしまおうかなと思っております。ではまず観光を楽しんできます。ただいま、先ほどですね、伊豆極楽園さんですねの方に行ってきました。1時間30分以上いたかな。でもうね1時半2時近くになっちゃってるんで、土肥温泉の方に向かって買い出しをして、少し散歩できたら散歩してからチェックインします。ではこちらの清浄さんでお酒とか買おうかな。で見てください、この穏やかな景色。ああいいね。海はそこまで綺麗じゃないかな今日は。今チェックアウト前なんですけれども、少し時間早いんで軽く車で回ってるんですが、今日飯抜きなんですよ。素泊まりなんですけど、ご飯屋さんがこれあるのかな、夜不安ですね。まだ調べてないんで、いい雰囲気のお店入りたいんですけどね、ないかもしれないぞこれ。あんまり楽しみですね、どうなるか。なんか見るところも特にないので、土肥金山も行ったことありますしね。車の中で海眺めてゆっくりしてます。今車を止めて、歩いてます。駐車場が
めちゃくちゃ遠いですね。何百メートル歩くんだこれ。荷物を下ろして、今からチェックインです。風情ありますね。見て見てこの建物見て、やばい、たまらん。見てこの建物やば。来ました、ロビーです。すごい綺麗。もういろりで焼きマシュマロができるみたいで、フリードリンクがアルコールもあるそうですね。無料、やばい。ビリヤードとダーツとバーですね。安いです、バーも。はい、ではお部屋着きました。見ていきますか、軽く。冷蔵庫ですね。でツインのお部屋で、なんと客室露天風呂がありますよ。角部屋で少しだけ高くなってるのかな。8000円ですね、一泊平日で。ただ露天風呂ついてますからね、言うても。で7500円のプランもあるんですけど、それだと多分角部屋じゃないのかな。で階層がね3階なんで、そこまで景色が、まあ、これ上でもそんなに景色良くなさそうだな。こんな感じですね。奥の方に海見えるんですけどね、まあ、ただ露天風呂入ればいいんで、でかいですね。時間を気にしないでゆっくり露天風呂入ります。では温泉入ります。あとは寝てないので、寝るためにビール飲みながら温泉に入って仮眠を取りますわ。はい、出ました。気持ちよかった。あとは朝と夜入るのが楽しみですね。4回か5回は入りたい。まあ輸出は何だろうな、これ。アルカリ性、単純温泉なのかな。味も何もしないですね。ではちょっと睡眠不足なので、6時ぐらいまで、仮眠を取ります。で、前半はここまでで、また後半はですね、夜、居酒屋を探しに行くところから、開始したいと思います。では、おやすみなさーい。いいですね。美味しかったです。普通に美味しかったし、安いですね。消費税乗せてるのかな。安かった。